本日の企画は唐突だな逆に珍しい最後まで言わせてあげようよこれいや乗ってくれやなんだなんだ白黒太鼓ディベート対決急にめちゃくちゃ乗るまあ勝つのはもちろん俺たちだけど ないや俺もこの対決は自信あるけど ねディベートって何いや知らんで盛り上がってるから、ねまあ、ディベートっていうのは例えばさ、はい、ペットを飼うなら犬か猫かみたいな質問でそれぞれどっち派かに分かれて討論して一番説得力のある話をした方が勝ちっていう勝負ね、はい、それなら犬派いやでも猫もどっちも好きはディベートにならんのよデブマジこういうの得意そうだよねいやでも楽しそうやなモノは試しでほな早速1回戦行きますかほなシャル俺かいや説得すればいいんでしょ、まあ、そうねお情けでシャルがお題出してよ昨日の情けないお前じゃあ誕生日に食べるならでもういいよショートケーキ VS 雑草で俺はケーキだ待てお前待て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 おいちゃんとせじゃあこの内容で早速ディベートをしていきましょうかはいわかりましたクロノバいやまずね誕生日といったらもう王道でしょショートケーキしかないでしょそれ以外の選択肢って考えられる、はいはいはい、逆にそれ以外の選択肢を与えてごらん俺にいや俺なら雑草しかないと思っていてほんまに言ってるそもそもとしてショートケーキが買えない人間だっておるわけよ、うん、分かる金銭的に買えない人間もおるわけよでも雑草はどこにでもあんねんあのそれこそショートケーキとか買いに行くあ買いに行こうと思ったら忘れてた時間ない雑草やったら庭で取れるから庭で取ったとしようじゃあそれを誕生日というこの幸せの日にショートケーキを笑顔で食べる人がいるとしたら雑草を笑顔で食べるお前は想像できるか雑草笑顔で食べてる人のことをバカにしてるねそれはそれは一体誰のことを当てて言ってるのお前まあだから茹でたりしてさ切ってしっかりあの天ぷらにするの基本的に何でも天ぷらにしたら美味しいからまあ大デブ理論だね、うん、何でも雑草何でも天ぷらにしたらうまいから、うん、それを食って幸せになるこんな素敵な家族があっていいじゃないですかお前そんな大デブ理論でいくなら大デブ10人にアンケート取ってみそれで10人アンケート取ったら10人中10人がショートケーキっていうに決まってるだろ、うん、それデブやからやろそんなじゃあ俺が思ってるのは買えない人よあ金銭的な面を言ってるのそうよそうよいやでも金銭的な面の話じゃなくてやっぱりお祝いの気持ちが大事じゃん、うん、はいはいはい金銭的な面では雑草で OK ってこと、うん、金銭的な面で雑草金銭的な面でもね雑草を言い出したら雑草を食べるかもしんないけどでしょお前金銭的に余裕がある人だったとしてねお前がいや金銭的に余裕がない人間はじゃあ何金銭的に余裕がある人間しか誕生日祝えないってことショートケーキ強いねああ言えばこういうね君ね強いないやでもショートケーキをあの親に用意してもらうとしよう親が買ってくれるとしよう親がいる前提ね親がいる前提でお父さんお母さんにショートケーキをいただくとしようそしたらめちゃめちゃ幸せじゃんまあそれは嬉しいや雑草をもらったとしよう子供泣いちゃうよだからそこが買えないんだよ貧乏な世界だよすごい世界観だよ終了むずいや貧乏前提すぎうわーおもろシャルの弱いいや俺はお前俺はシャルの闘技場で戦ったからね確かに確かにショートケーキ俺の闘技場だけどそこの闘技場に貧乏が前提として置いてあった領域展開だから常に貧乏が展開されてたんだよなはいじゃあ一人ずつ聞いていくか、はい、じゃあほな要どっち違かったと思った。医者ウルミヤでしょ今のは。はいじゃあ次レム。いやこれはね、まあでも確かに貧乏崩せんかったところでちょっとそれは苦しかったな。ウルミヤ。はい。じゃあ歩け。わあまあ俺だったら勝てたけどまあウルミヤ。あなたが戦いなさいよ。嫌なやつ嫌な言い方。じゃあ最後シノは？やっぱさ終始あの空気を締めていたのでウルミヤで。はい俺の勝ち。マッチョ。きついってこいつ相手は。はい、女ちゃん2回戦いきますか。はい、私が持ってきました。シノが持ってきました。お、オッケー。お、今考えたの？いいね。はい、じゃあレム VS シノでいきますか。怖いな。負けないよ。いや、頑張れ。レム自衛敵を取ってくれ。頑張ります。はい、ほんなお題はどうする？お題は遊園地に行くなら友達か一人、はいはいはい、で、俺が友達でお願いします。はい、わかりました。じゃあその2回戦はレム VS シノで遊園地に行くなら一人 VS 友達とでいきます。じゃあ。はい。スタートじゃあお先にどうぞわかりましたじゃあ行きます最初に強いもう強いまず遊園地に友達と行くと楽しいですよね一人で行く時よりもみんなと思い出を共有した方が楽しいです
私のはじゃあ遊園地に行くときに思い出を作るために行くってことかだよね。そうです。でも思い出って多分一人でも全然遊園地に行ってやりたいことっていっぱいあると思うんだよ。例えば某ね夢の国だったらそのキャラクターとグリーティングがしたいなとか期間限定のグッズが買いたいなとかこれ食べたいなとかあるわけじゃん。それはもう全然一人で行っても楽しめて思い出になると思うんだけど、どうだろう。まずさっきあのレムが言ってたなんかいっぱい食べたり、うん、なんか乗り物乗ったりとかは、まあ、確かに一人でも楽しいかもしれないけど、いっぱい お友達と行った方が楽しいと思います。あ、それはシノが楽しいってこと？いや、シノだけじゃなくてこう周りの一緒にいる人たちも楽しいかなと思います、はい、なるほど。遊園地ってやっぱそのご飯とかアトラクションとか、うん、まあ、それこそ景色を見て楽しむだけとかいろんな楽しみ方があるわけじゃん。まあ確かに。例えばレムとかは結構その体力がなかったりとか、うん、それから一日中歩き回ってるとめっちゃ疲れちゃうんだけど、はいはいはい、まあ、そういう時にあの基本的にもご飯だけゆっくり食べるとかそういう楽しみ方をしたいなって思うこともあるんだよ、はいはいはい、でもアトラクションいっぱい乗りたいなとかたくさんその遊びたいっていう人が一緒にいたら結構そこで食い違っちゃうじゃん。ってなった時に一人で遊園地行ったら一番自分のしたいことを思う存分楽しめると思うんですよ。いやでもその辺はちょっとどうだろう。でもまずそのやっぱ類友って言うんでやっぱ同じような人だとやっぱ友達になるじゃないですか、まあ、っていう前提から考えるとまあちょっと同じような価値観の人が集まってるのでやっぱなんていうんですかね、そのご飯はゆっくり食べたいとかアトラクションはいっぱい乗りたいっていう価値観もすり合わせつつ遊園地まで行くと思うので。え、シノはじゃあ普段遊園地行ったら何を楽しみに行く？いや俺はねあのジェットコースターが好きです。え、でもご飯とかゆっくり食べたいな。いやだからこうなんだろう。じゃあデマとは遊園地行けない。行けるよ。ごめん失礼した。嫌な言い方。嫌だな。行けるけど違うの。じゃあ友達と一緒に行ったら楽しいじゃん。だって友達じゃないんでしょ。そうだね。まあシノはじゃあ楽しめるアトラクション、じゃあデマが頑張って付き合ってデマがあご飯食べたかったなってなってもシノは楽しい。俺が持ってきた話題だよね。これちょっと待って終了。もうやめて。シノが何言われてるよ。クラノバ。はい、じゃあどちらが勝ったか。終わった。じゃあカナメ。はい、レムさんです。はい、次シャルロ。レムさんとシノさんはちゃんと友達なんですよ。でもレムさんです。じゃあアルケ。いやでも俺はシノのねなんか必死ななんか呼びかけもなんかすごい心に響いたから俺はシノかな。はい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 。なるほどね。まあ普通にレムやろ。じゃあ今んとこじゃあ黒と白で1対1やね。じゃあラスト、はい、大事な戦いです。カルケンさん、カナメさん。そうっすね。ちょっと今みんなを聞きながら考えてました、はいはい、じゃあお題発表します、はい、大事なのは愛されることを愛すること。うん、俺が愛されること、俺が愛することね、はいはいはい、難しいな、重いな。じゃあお二人ともご準備は、はい、大丈夫です。いいよ、俺いつでもいいよ。もうじゃあお前から喋りなよ。ああ、いいよ、行きましょう。まあまずいきますよ。始まってないですからね。せっかちやな。クロノバ。まず前提として、まあ、愛するってことは自分の成長につながるわけよ、うん、他人を愛することで自分自身の限界を俺は超えられると思うのね。要は思いやりだったり共感とか、うん、他人の理解を深めることは愛することってことだと思うんだよね、うん、俺は、うん、で基本的に人を愛するっていうのはやっぱり自分の中でも満足感を出すから、だからそういった意味では生活の意味とか愛されることだけでは得られない喜び、人を愛するっていうことが出てくると思うな俺は。じゃあつまり話を整理すると愛することによって成長が得られるからいいよね、そこから喜びが得られるよねっていう話。まあそれもそうだし、基本的に愛されることって、うん、まあ確かにすっげえ大事だと思うんだけど、でも愛されることに優先しすぎると俺は危険だと思う。なんでかっていうと結局自分の価値を他人に委ねてるから、要は愛す能力を自ら育ててそれで成長して愛を与えることが俺大事だと思う。だってさ、普通に考えたら自分の子供を育てるときに愛することができてなかったらダメなんだよ。わかるか、心外や。ああなるほどね。じゃあまず一番最初のところ、成長のところから言うと、まず愛することによって成長っていうけど、まず愛されるためにはまずその人に愛されるためにその人が何が好きか、そういったものを自分で考えなきゃいけないわけだよね。その時点で愛することによって成長が得られる前にこっちは愛される段階、その段階でもう成長してるんだよ俺たちはね。愛される側の人間は、はいはい、強い強い強い。君のことを誰が愛すって言うんだい。うざすぎる。愛されるってことでもう成長できるよねっていう話。でもさ、赤ちゃんって愛されること好き。愛されることでしょ、うん、だって愛す側ってまずお金かかるよ。愛されるのはお金もらえるんだよ。楽だよね。愛すのって大変じゃん。君はだってさ、愛されるっていうのはさ、みんなに優しくされるわけだよね。そう、愛されてどこに行ってもチヤホヤされて、
ってなったら物も持ってもらえるし、そう車だって運転してもらえるし、何もしなくていいんだよ。でもそれってあのお前が言うように自ら成長してなくないか、自ら成長することが大事だと思うんだよ。愛することと愛されること、でもそのまずそうやってしてもらえる段階に至るまでに自分は成長してるんだよ。それは意図的に相手がそうしてあげようという意識に持ち込ませるんだよ。でもそれはあくまで10代までの話だと俺は思ってて、10代人に愛されること、まあ、10代以下までのことだと思ってて結局愛されることから愛する側に人は変わっていかなきゃいけないんだよ。要は自分の子供を作ったりとか自分の部下を育てたりとか、うん、そういったことに対して、はいはいはい、要は結局愛されることって結局じゃあ子供には愛される必要はないって言うんですか。何か、だから子供には愛されることはない必要だけど愛されるためには愛することが最初に出ないこないと愛されないわけね。わかる、愛する人がいないと愛される人はいない。なんでなんで結婚するのはさ片方が愛されてたら結婚できるでしょ。でもそれって本当に幸せ、お互いに愛することが大事だと思う。結局ね、白熱だよ。もうちょっと喋んな。これむずいねんけど、まあ、これはね正直どっちも大事です。どっちも大事です。まあ一応やりますか。ああじゃあシャルロ。そうっすね、まあ、なんか難しい話いっぱいしてんなと思いながら聞いてたんですけど。いやでもなんかある系の方がちゃんと愛を中心に考えて話してんのかなって感じがしたのよな。なんか要の方はなんか結局自分の成長とかあと金とかなんかそういう話が出てたなと思ったから、ある系かな俺は。お前のことは誰も愛さないもん。何お前が。はい、じゃあ次レム。大前提、あのレムは別にあの愛されたらお金もらえるとかそんなこと全然思ってないんだけど、アルケは愛されるには成長が必要って前提を覆せなかったって意味ではカナメかは。なるほどなるほど、ね、じゃあ次シノ。いや俺はねやっぱアルケの言った一言がちょっと心に残ってて、おいますか。愛する人がいないと愛される人はいないんだよって、こうねこれ素晴らしいと僕は思います。なのでアルケさんにお願いします。感銘受けてる、感銘受けてるやついんな。あらけきつおったな。じゃあ最後俺か。まあ、かなめかな。ってことは、俺が思うのは、やっぱり愛されることも愛することもどっちもすごい大事なことやと思う。これに正直こうオツはつけられん。綺麗綺麗なやつすごいびしょとしてな。綺麗にまとめるお前。今回は白と黒の戦いをしたこと自体が間違いだった。あじゃあもう解散です。解散。すまあまあでも。いやでもこれは見てくれた人がどっちが良かったかわからない。確かに。でもコメント欄で教えてねだ。コメント欄で教えてね。うるせえけどやっぱカナメもやっぱなかなかやるな。途中で人格批判し始めちゃったけどね。こいつクソだな。はい、というわけで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。